このメンバーは一体何なんだ。遠藤さん、ご無沙汰してます。なんか余暇途中の背番号、後ろのさ数字が漢字なのがいいよね。立ち向かい、吹雪、小暮、津波も、うわぁ、久しぶりだな。3ヶ月ぶりって言ってたもんね。いいね。元気そうだね、キャプテン。染岡くんたちも。このなんだろうね、ダークエンペラーズ戦をつい最近やったからわかるけど、この吹雪と染岡のこの感じ、いいよね。なんだ、来るんだったら先に言えって。水くせえな。やっぱ染岡いいな、かっこいいな。悪い、なんせ急な話だったからよ。俺はただ、びっくりする顔が見たかっただけだけどね。うしっしっし。ね、なんか無言で殴るやん。音だし無言で殴るやん。怖えよ。遠藤くん、せっかくだから日々監督が来るまでみんなとお話ししたら。そうだな、どうやら初めて見るやつもいるみたいだし。みんなで見んなって。それあれじゃん、あの遅刻して教室入った時のガラガラってドア開けた瞬間みんなが一気に後ろ見るやつ、あれ結構俺苦手なんでちょっとやめてもらいたい。遠藤さんたちがいつもどんなところでサッカーしているのかいろいろ見てみたいんです。お、俺もいっぺん見てみたかったんだよな。じゃあまた後でな。お、よし、誰と話してみようかな。お、久しぶりの再会、みんなに声かけよう。おーほーほー、見たことあるメンツが何人かいますね。ってことでまずジジイから。よっしゃー、いよいよ俺の出番のようだな。マジでもうクロックス履いてるし。ゴインジ、こいつは、こいつは土方ライデン。俺が沖縄にいた頃、エイリア学園から助けてくれた恩人なんだ。おう、あんたが遠藤か。ゴインジから話は聞いてるぞ、よろしく頼む。お、向かった、見つけたぞ、ゴインジ。さあ、パワーアップした俺と勝負しろ。既読はナイス、向田勝が今度こそお前に勝つみたいな。ムシケ、しかし土方、沖縄離れて大丈夫だったのか。弟たちはどうしたんだ。なーに、安心しな、隣のおばあちゃんが面倒見てくれるんだ。そうか、改めてよろしく頼む、土方。ちょ、俺をミスんなっつーの。いいね、ライデン。ライデンいいね。いや、これは先に、まあ、夏美ちゃんから行こうぜ。え、何、え、何、遠藤くん、あのね、実は私もうすぐ。何、何言って、先に。なんだよ、水くせえ。お、いや、また会えたね、遠藤くん。かっけえ。ああ、ヒロトじゃないか、久しぶりだな、元気だったか。いや、守る、いや、今遠藤くんと呼ばせてもらおうかな。今まではちょっと慣れ慣れしかったよね。いや、いいって、気にすんなって。これからは君と敵としてではなく、一人のサッカープレイヤーとして一から関係を築いていきたいんだ。よろしく頼むよ、遠藤くん。うんうん、俺も嬉しいよ、改めてよろしくな、ヒロト。いいね、よろしく頼む。お前やっぱかっけえわ、お前やっぱかっけえんだよ。メガネ、お、メガネいいんじゃん。おとなしは、おとなしじゃない、昨日。遠藤くん、せっかく、お、わかったわかった。あ、俺昨日と挨拶したかった。お、お、相変わらず慣れ慣れしいな。な、めっちゃお前目綺麗だな、整形した。ふ、不動、お前新帝国学園の不動か、なんでここに。なぜってさ、呼ばれたからに決まってんじゃん。よくも俺たちの前にノーノーと顔が出せたものだな。キド、やめろ、相手にしちゃいけない、行こうぜ。まだあれだな、まだ仲良くはなってない。お、緑川龍之介。俺、覚えてる？レイジェって言えばわかるかな。かっけえ。てかあれだよね、アニメでは体育館で話してたよな、確か。レイゼ、エリア学園のジェミニストームのレイゼか。やだな、もうそれは宇宙人ネーム。俺、緑川龍二ってちゃんと名前があるんだから。な、何が緑川だ、俺たちの学校を壊しやがって。いや、もうほんと、いろいろともろもろ申し訳ない。ここだけの話、結構頑張って宇宙人のキャラ作ってたんだよね。まるで別人、なんか憎めないな。というわけで皆さん、終わりよければ全てよし、これからは緑川でよろしく。ことわざだな、やっぱりレーズなんだね。